漫画でっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは今回も元気にロマサガ RS やっていこう、ジョノイコ。ということで今回やっていきますのはこちら。新しい階層が追加されましたら旋回廊の130回攻略でございます。道中はこちらのパーティーで、オート攻略できたのですが、128回だけオート攻略ができなかったので、こちらのパーティーで手動攻略いたしました。陣形は方天部の陣階、配置はこんな感じです。敵の攻撃をパリーで防いで、全体攻撃で敵を処理していくだけの簡単なお仕事です。さあそれでは130回を攻略していこう、ジョノイコ。こちらで登場する敵さんは、グリフォン。耐性は残がマイナス35、熱がマイナス20となっております。そしてダガ50、霊が30となっております。アタッカーは残属性が良さそうな感じですな。状態異常耐性は基本的には、999、毒だけ350となってます。精神下げればワンチャン毒が入る感じなんですかね。グリフォンのアビリティ、攻撃命中時に確率中で、自身に器用さ大バフと知力大バフ、そして確率で毒なんかを、付与してくれちゃいます。これまた面毒性ありをお持ちでございますな。グリフォンのスキル、気持ち器用さ依存技が多い感じですかね。器用さバフが乗りまくると火力はエグそうです。そしてもちろん弱体破りは、標準装備、そして残像生成なんて、技もお持ちです。攻撃を2回回避してダメージ無効にするみたいです。他にはボディダブルという技が、魅了の追加効果あり、またいやらしいスキルをお持ちでございますな。とりあえず魅了か毒の耐性は上げといた方が、良さげですかね。トマーグリフォンについてはこんな感じですかね。それでは私の攻略パーティーの、ご紹介といこう、ジョノイコ。はい、こんな感じのパーティーでございます。陣形は方天部の陣階、配置はこんな感じです。一番に人間男、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、単体 96%、それ以外 36% です。常に防御バフがかかるように、戦ってまいります。グリフォンの攻撃を集めていただいて、カウンターでダメージを稼ぐのが、お仕事です。2番に聖王様。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 96% となっております。でも攻撃しないんで何でも OK です。序盤はセカンドシングルの性質の歌を歌っていただきます。中盤からはサードシングルの聖母の歌を歌います。世界を救うために今日も超えたからかに歌っていただきます。3番にエスパーギャル、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 102% となっております。ディメンションオーラでの火ダメ軽減。粘土力で回復しながら攻撃。癒しの杖で回復するのがお仕事です。4番にリアム君、ステータスと装備はこんな感じです。リボを完済して殴るだけの簡単なお仕事です。5番にメリッサママ、ステータスと装備はこんな感じです。アビリティでの状態異常回復、竜の恵みやマリンボールでの、火ダメ軽減と回復がお仕事です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。全滅の余韻を残してスタートです。なかなか手強いお相手ですな。1ターン目、人間男はアドベンチャー。聖王様は、性質の歌。エスパーギャルはディメンションオーラ。リアム君はリボ払い。ママは竜の恵みです。恵みは次のターンでも良かったかもですな。まあ細けいことはいいんだよ。人間男さんマジ優秀。しかしまたまた単体特化の武器できちゃいました。まあ細けいことはいいんだよ。ちょっとリアム君狙うのは、勘弁してくれませんかねー。1ターン目の最後に残像生成してきます。次のターンは適当に攻撃しておきます。2ターン目、男さんはボムガード。聖王様は歌、パゲは粘土力。リアム君は借金返済。ママは通常攻撃です。
そこは人間男さんを狙ってくださいよ。ママがちょっぴりピンチですな。次のターンで回復しておきます。3ターン目、男さんは通常、聖王様は歌、パゲは通常、リアム君はリボ、ママはリアム君を回復します。なかなか思ったように男さんを狙ってくれませんなぁ。4ターン目、男さんはボムガード、聖王様は歌、パゲは念動力、リアム君はリボ払い、ママは回復するか迷いましたが、通常攻撃で様子見しときます。これでリアム君は借金完済ですな。次のターンから大暴れしていただきます。男さんマジ優秀、3連撃をカウンターで止めてくれました。これは大変ありがたやです。そしてママがアビリティで毒を回復してくれました。取れててよかったメリッサママ。さてさて5ターン目、ここからがっつりいきまっしょい。男さんは通常攻撃、聖王様は歌、パゲは聖王様を回復、リアム君はアンチマテリアルブッパ、ママはリアム君を回復しておきます。セフセフ。三連撃を止められなかったのは痛いですが、まあとりあえずはもう満体ですかね。最後に残像生成を使ってきやがりました。でも連携ならダメージ無効が仕事しないみたいなんで、次のターンは OD 連携でダメを稼ぎます。6ターン目、男さんはアドベンチャー、聖王様は性質の歌、パゲは男さんを回復、リアム君はアンチマテリアルブッパ、ママはパゲを回復しておきます。セフセフ。ほんま残像生成がダルダルダルシムですな。これで5万ダメは稼げてたんですがねー。ママのアビで毒解除、グリフォンの HP をようやく半分削ることができました。さあガンガンリアム君で削っていきまっしょい。7ターン目、男さんはボムガード、聖王様は聖護の歌、パゲはディメンション、リアム君はアンチマテリアルブッパ、ママは通常攻撃で BP 温存しておきます。なんか HP 半分あたりからグリフォンの攻撃が激しくなってくるイメージだったので、このあたりから聖護の歌を使ってます。セフセフ。8ターン目、男さんは通常攻撃、聖王様は聖護の歌、パゲは念動力、リアム君はアンチマテリアルブッパ、
ママはまたまた通常攻撃で、BP 温存しときます。あ、旋風脚って直接攻撃じゃないんですな。今初めて知りました。セフセフ。9ターン目、もう聖護の歌には頼れません。ここからはやるかやられるかの戦いですな。人間男さんはボムガード、聖王様は聖室の歌、トゲは念動力、リアム君はアンチマテリアルブッパ、ママは竜のめぐみちゃんでサポートしときます。熱風からの3連撃コンボで、ママと聖王様がペロリンチョ。ここまでありがとうございました。そしてトゲが毒でペロっちゃいました。しかし勝ったなガハハ。10ターン目、OD アンチマテリアルぶっぱで、とどめですぞ。という感じで、ギリギリチョップバージョン 51 でかろうじて勝つとし、螺旋回廊130回無事突破でございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。